指定の温泉街ではやっぱり食べ物が売れたね。ただ脱走ペット呼ばわりされて地霊で熱連れ去られそうになったけど、ゆっくり解説の解説役ばかりやっている。ゆっくりマリサだぜ。賢さ担当はこの普通のゆっくり魔法使いにお任せってわけだな。プロー